田島康平さん、関東大震災の小島さん、すいません、公職選挙法に厳しいじゃないですか。いや、何問もやらないでください。一人一問です。一人一問でしょ。わかりました。じゃあこれ最後です。じゃあ一人一問です。まあ選挙だから最終段にかけてしっかりこうボリュームが上がっていくっていうのはいいことだと思います。はい、ボルテージ、はい、いや一人一問って言ってるじゃないですか。それは私が決めることです。あなたが決めることじゃない。いいですか、あなたにはもう質問していただきましたから、さっき一問ね、あなたが決めることではない。はい、分かんないからやりたい。いやだから一人一問でね、ちゃんとマナーを守ってください。あなたがマナーを守るべきだと思います。みんなそう思ってると思います。分かりました。はい、分かりましたじゃなくて、あなたがマナーを守るべきだし、前から言ってるけど、マナー迷ってね、ご容疑者だってしょうがないだろうって思うんですよね。あなただって聴導員さんに忖度してるわけでしょ。ね、あなたが、だからもうちょっとそれやめて。僕はなんで聴導員さんに忖度するの。 T シャツもう今日着てないんだ。 T シャツ着てますよ、聴導員さん。もうそうなんだ、聴導員さん言うとわかんないんだけどね。はい、はい、続きお願いします。なめてる。あ、最終盤にボルテージが来てるんだ。はい、訴えとかで変えてるんですけど、訴えとかターゲットとかそのあたりで、まあ今まで通りやっていく、はい、ということかと思います。我々は特に戦略を最後まで変えることはない。はい、あ、すいません。いいですか？あなた先に答えたのでいいです。これ、最終演説ってどこでやるかまだ決まってない。まだ決まってないです。はい。決まったらでもちゃんとお知らせするようになります。はい。明日もありますか？うん。明日もやるつもりです。明日も SNS に書いてる。明日も、うん。はい。で、やらせていただきます。外交に出るのが結構増えてきた感じがするんだけど、うん、それは何か戦略っていうか、戦略というか、これは毎回小池さんの場合はエンジンがかかってきて外に出たくなってくるんですよね、どんどん出てくる。でなんですけど、まあ、今までもそうでしたけれども、公務との兼ね合いとかもあるし、まあ、例えばあるいは今日も終わってから夜街頭連日立ってっていうと、やっぱりそれはね、倒れちゃうじゃないですか。だからそこ のペースのコントロールっていうのは陣営としてやってたつもりですが、まあもう最終盤になったので、ここからはまあ本人がちゃんと満足するように最後まで走り散ってあげたいなっていうのが陣営としての思いです。はい、今日が街頭っていうか外に出るのは8回目、今日は外に出るのが8回目、昨日が7回目かな。はい、じゃあ9回まではとりあえず決まってるんですか。そうです。今日は何かの公務の延長なんですか。いや、公務の延長というか公務終わってから来てる。この世田谷で公務があった。いや、別のことだったと思います。はい、公務のことに関しては我々関与してないですけど、はいはい、あくまで公務が終わってから来てるという。他にはございますでしょうか。小島さん、これね、みんな仰いでたんですけど、うちわとしてみんな使ってたんですけど、これ公職選挙法違反じゃないでしょうか。それはチラシです。いや、みんなうちわとして使ってましたけど、はい、丸いチラシです。以上です。じゃあ、うちわくださいって言ったらもらったんで、みんな大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。あ、すみません、ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。小池さんは関東大震災の発表に、今日もお願いします。小島と申します。よろしくお願いします。竹さんが担当です。